131ヤードパー4です。はい、右側はバンカーの右はもうダメ、左も割と浅いんでフェアウェイ目がけて後半もお願いします。お願いします。まあ、まっすぐ行ってたから超えてるんじゃない？多分大丈夫だと思うんで残ってはいると思います。自分高校生の時ここ剣山だったんですけど2日間とも右の OB 行ってるんです。デジャブお願いします。はい、お願いします。あっち狙ってってフェードがかかればいいけどまっすぐ行ってもバンカーで止まるって。じゃあ後半もよろしくお願いします。お願いします。お、大丈夫ですね。おお。よし、残り100ぐらい。クリームソーダ違いますね。違いますね。俺調子に乗ってアイスコーヒー飲んじゃったもん。ダメですよ。ダメですよ。本当にソフトクリームうまいね。ドリンクバーガー払ったらそう食べれます。なんかねあの機械高いらしいです。高いよね。フォーティーフィールドにも置きましょうよ。ソフトクリーム。なんか名物は置きたいね。なんかなんだろう。何考えたのは群馬ってすごい風が強いじゃないですか。はい、だからあの風を利用した干物。干物。おかしい。海ないのに。いや僕は賛成なしで。あいつは笑いました。笑ってた。あいつは笑いました。笑ってたよね。ブーって言いましたよ。で、日本海側からの雪雲のミネラルを含んだ風に当たって、いい干物が作れんじゃないかと。まずバカにしてますよ。寄りましたよ、池田さんに。カメラワークでちょいちょいバカにしてますよ。こう寄ってきて。そうだよね。今こうやってきました。最近覚えたんだね、そういう技を。ね、これも、あったあった。これもお仕事。あれじゃない。あ、でも、あ、右ワンベなんだ。OB じゃない。インまでが29ヤードです。ワンベですけど、入っちゃうとダメなんで。まあ、そうだよね。そう。入っちゃったらダメなんだ。入って、あ、見つかないじゃないですか。これ、ギリ残ってますけど。いや、見つけられると思うと見つけられるんですよ。そんな、なんか。3日ぐらい探せば見つかるよ。確かに3日行けばなんとかなるかなとは思いますけど。ちょっとトラブルですね。うん、でもナイスアウトです。おー、ナイスです。はい。
ドンマイ。うん、ナイスタッチ。トライです。おほー、ナイスセーブ。よし、耐えた。ナイス。これです。ありがとうございます。ありがとうございます。フーさんがボギーです。ボギー、ボギー、パー。2番ホール396ヤードパー4です。ここはあのバンカー左より落ちちゃうと赤食いなんで、まあ、あれば打てますけどトラブルになるんで、まあ、できるだけ右フェアウェイに置いときたいかなっていうところですね。ちょっと右目狙って打ちます。いやーでもど真ん中です。いいど真ん中。ありがとうございます。右に狙いますって言って真ん中行っちゃったから。ああ、そういうこと？はいはい。じゃあ、俺も正面狙います。後ろには行かないようで。うん、正面。正面ってやだ。宣言通り。ドライバー当たってない。なんかトップが落ち着かないですね。手の収まりなのか体重を乗せるところなのか分かんないですけど、ちょっとなんか迷ってる感じがします。でも昼何食ったっけ。昼っすか。昼そばっす。マジっすか。トップの出前持ちの形がさ、やっぱり落ち着かないっていう。逆にいいしちゃいます。そうだよ、ね、逆に落ち着かない。池田さん言いながらもうちょっと間違ったと思ってたよ。絶対今これ逆にいい方じゃん。逆言っちゃったんですよ。まあでもラウンド中に詳しくなっていく時ってのはあるから、まあ徐々に徐々にこうラウンドしながら直すっていうのはみんなやってるよね。なるほど、うん、ありがとうございます。あの人なんで顔怒ってるんですか。しかもそれなんか、もう思ってんの。振り落とされそうな。2代目男梅。ピンまで116ヤードで。そんな顔にシワ寄ってました僕今。ノーベル、ノーベルの、あの協賛入るかもしれないです。はい、お待ちしてます。ナイス。よし。ちょいフォロー。
ガッツアクション。おお、近いんじゃないこれ。ナイス。これは近いよ。お先です。お先キング。うん、ナイスパです。ありがとうございます。ナイスパです。惜しい。やっぱ結構きついんだよね。見た目よりきついんだろうね。ナイスバディ。こんだけアピールしてるけど大丈夫大丈夫これでバーディー取ったのって言われるから。3番ホール366ヤードパー4です。ナイスショー。おー、ナイスショー。今のフーヤのナイスショットが、おお、ナイスショー、惜しいナイスショットですねっていう感じなんかすごい僕も画面で、俺も感じた、画面すげえ感じた、あのチェン、チェン、見てるんすねみたいな、違うあのリアルと画面時差があるんですよ。時差がある時差があるの本当にズームしてると時差があるんですよ。バカにしてない。違う。打てるんすね。打てるんすね。いい球打つじゃないですかみたいな。打てるんすね。ありがとうございます。これ何番だっけ？あ、クリック。5番で。うん、バンカー入ってる。おお、やべ、めっちゃ考えちゃなければ大丈夫。多分そのラインは大丈夫。飛びすぎましたするかもと思ってるんで7番に。お、うまく抜いてった。いや、めっちゃ飛んだね。ちょっとフライヤーですかね。3打目頑張りましょう。これさっきと同じような感じだね。同じミスじゃないですか。今日46度ダメだ。
そういう時もあんだね、風さんも。いやいやいや、そういう時ばっかりですけど、うん、今日は46はもう使わない、イメージが良くないんで、なるほど、使わない。かかってたね、ナイススピン。2班じゃないですか。ちょっとチェックしてみるか。いいウェッジですね。ありがとうございます。いいウェッジですね。かっこいい。ありがとうございます。ワールドット。いや本当ね、乗るんですよフェースに。池田さんも FRZ だったんですね。FRZ。それは市販で売ってるやつ。市販品です。です。4番ホール529ヤードパー5です。ここは右のバンカーより右に行っちゃうともう OB なんで、できればまあ左サイドがいいんですけど、正面にある木方面狙っていけば、まあ、とりあえず大丈夫かなって感じです。できれば正面のバンカー打てると最高です。がグイーンってなった。グイーンってなった。ナイスボールでーす。グイーン、グイーンってなった。グイーンってなった。超えるぞ、腰痛めぞ。5年寿命が縮まると。いや、マジで50歳でその腰の動きできた。すげえと思う。もうグイーンって、グイーンって、グイーンって、グイーンって。グイーンって。グイグイ。でもすごいですよね池田さん、本当に自分が50歳の時に多分池田さんみたいな動きできないと思う。もう45でできてないですけど、すごいと思う、すごいと思う。できてるでしょ、変わんないよ。いや、思ってないですよ、あの顔は。あの顔は思ってない顔、思ってない顔、うん、男梅の顔してました。男梅の顔男梅だよね。だよね、聞かないでください。そんなこと。男梅じゃないですか。マジで。池田さん、それいつ気づいたんですか。これでも2代目だからね。
2台目、1台目じゃないですよね。1台目は本物ですよ。本物。え、本物？本物？あ、本物が1台目だとしたら3台目ってこと。え、どうですか？2台目。うちに2台目がまだいるんですよ。あ、もう1人いるんですか？はい。それちなみに誰ですか？動画出たことあったか？いや、出てますよ。出たことあったか？あります。1回フィッティングしてもらったと思います。あ、出てたっすね、フォーティーフィールドで。あ、出たっけ？確かに出てます。めっちゃ池田さんがいじってた気がする。同級生、同い年。同級生。正直言っていいですか、フォーティンで言う1代目の男梅さんより、はい、風屋の方が男梅って。リアル、リアル。リアル、大きさもリアル。大きさもリアル。全然嬉しくない顔してるよね。悲しそうな顔。ごめん、風屋ごめん、本当にごめん。気をつけろ。悲しそう。もう言わない。もう二度と言わない。ごめん、ごめん、ごめん。確かに悲しそうだね。いやでも悲しい時って感じぐらい痩せたよね。そこからの池田さん、これそこからの女性だったらマジでこの頃失敗ですよ。女性ブチ切れるパターンですよ。何それって言ってはっつって言われて、ちょっと女性のように扱っていただいてもいいですか。いや女性だったらマジで俺もよくやるパターンですけど、これマジでフォローだと思って言った言葉がマジで怒られるパターン。ブチ切れるパターンね。ブチ切れられるパターン、これはやばい。気をつけましょう。気をつけましょう、皆さん。余計なことは喋らない。ナイスです。本当にナイス。はい、ちょっと左です。グリーン狙うの？狙います。こんなラフです、はい、これで来て52なのかな。いや58です。突っ込まなくてもいいと思いますよ。ラフなんでスピンがそんなにかからないから、手前コロコロ。難しいねこれ。ナイスです。なんか FRZ すごいスピン効きますね。いい感じのところに当たらせる。うん、早く打ちたいな。まだアンバサダーはまだ打てないってことですよね。惜しい。ナイスバーディー。打って
たら入ったじゃん。弱かったね。お先です。ナイスバーディーです。76ヤード、パー3、実測175です。ここもグリーンが全体的に全部受けてるんで、で若干落ちてっから多分左にバウンドするんで、まあ右目に打っとけばちょうどピン寄ってくるかなっていう感じはしますけど。最悪。最悪。おー、ナイスオン。来た。おー、早い。そうだよね。超早かった今。前回なんか池田さんも、そうそうそう、同じ感じでガーって来ましたよね。あの川根さんとこから早いやつだよこれ。山根です。あ、間違えた。山根、ごめん。山根ではない。よく中根も言われますけど。川根も、川根は初めて言われた。おー。ナイス。やめました。来た。お先です。スパです。ナイスパー。切れた。切れるんだ。